怒られてる理由を分かってなかったところを見ると深刻な問題じゃなかったんでしょ。浮気してたとか借金してたとか暴力振るったとかその他大問題があったなら当然本人。何をぼーっとしている。会計を済ませて出るぞ。ここの勘定は私が持とう。いや、君は計算が苦手だったな。少し日常生活を利用して鍛えた方がいいと常々思っていたんだ。では、君がすぐに合計金額を暗算できたら会計は私が払う。できなければ公平に半額。ね、なんでいきなりそんな話に。記憶喪失だけで手一杯の人間に殺生なの。私の頼んだブレンドは670円、君に出してもらったカフェオレは780円だ。さて合計は。正解だ。さすがにこれは簡単すぎたか。すまないな。自分の教え子はつい試したくなってしまう。え、教え子？ Okay, this is like wrong in 10 different ways. Wait, the student? 約束通り、ここの勘定は私が持とう。では、今度こそ行くか。教え子って何？教師と生徒の禁断ラブなの？っていうか、ラブでも何でもない単なる教師と生徒だったりして。いや、さっき女性との交際がどうのって言ってたよね。間違いなく君の彼氏だよね。で、悩んでる間に出てっちゃったし、追いかけよう。少し歩くか。それより教え子の剣を。って、こいつ歩くの早。これ、競歩？ねえ、置いてかれちゃうよ。どこに向かってるのかな？せめて雑談とか何かないんですかね？ねえ、君からも何かって、下手なこと言えないか。駅？ここからどこか行くのかな？え？まだ歩くの？あれ？ここって来るときに見た覚えがあるような気がする。God, he's so silent. It's killing me. ここ、君ん家の近くだよね。もしかして、送ってくれたのかな？わ、家着いたね。やっぱ送ってくれたんだ。すっごく不愛想だったけど、意外と紳士かも。もう少し歩くか？はい？私には特に興味を惹かれるものがないのだが、君にはあるのか？あるなら言ってくれ。何を言ってるんだかわかりません。この競歩の目的は何？健康維持？私は今君に興味のあるものはないか。もう、どうしてそこから私が君を送っているという発想が出るんだ？いや、駅から自分家の前まで一緒に歩いてきたら、普通は送ってもらったと思うでしょう。友人に付き合い始めの男女が取るべき行動を聞いたら、無目的に駅前などを歩けばいいと言われた。だからその通り下までだ。だが、これに何の意味があるんだ？いや、その友達は多分、ウィンドウショッピングをしろって意味で言ったと思うんだ。私には男女交際の仕方などよくわからない。繰り返すが、要望や不満があるなら
具体的かつ端的に伝えてくれ。では、特に何もなければ私は大学に戻る。またメールする。行っちゃったよ。謎の時間だった。まあ、あれだ。はっきりしたのは、ケントが君の彼氏で、しかも二人はまだ付き合い始めたばっかりってことで、君のこと教え子って言ってたけど、大学の講師にしては若すぎるよね。教育実習か何かで一瞬教えたのかな。うん、とにかく真面目そうな彼氏なのは間違いない。でも問題は、真面目すぎて色々間違っちゃってるってとこだ。記憶喪失だって言えば心配してくれるだろうけど、疑う余地なく 100% 病院行きだろうな。まあ、とりあえず当面の問題はなさそうだし、あいつから君の情報を手繰っていこうか。あ、早速メールだ。君に文句言われたのを真面目に捉えてるんだね。まあ、記憶を失う前の君があいつに恋しちゃってたなら、何か優しい言葉が欲しかったのかもね。例えば、会いたいとか好きだとかそういう言葉が。喧嘩の原因はやっぱりそっけないメールかな。ものすっごくしょうもない喧嘩だね。それでこのメールにはな。相当変だけど、少なくとも悪いやつじゃなさそうだし、当面接触してもいいんじゃないかな。精霊が取り付いたなんていう突飛な相談だって、いつかはバカにせずに聞いてくれるかもしれないよね。うん、可能性はいつだってゼロじゃない。大丈夫、心配しないで。きっと君の記憶は戻るよ。それまで僕がついてるから。とりあえず明日は改めて部屋の中を探してみようか。今日は細かいところまで見てないしね。とりあえず今日は疲れたし、もう休もう。Hasn't told me their names, although I already know from the past route that it took. ちょっと待って、それ何？今君がめくってたその手帳、ちょっと一つ、ほら、そこに書いてある8月の君のスケジュール。この毎週木金土曜日につけられてる赤丸印って、普通に考えたら毎週同じ曜日に入ってる用事ってバイトか部活じゃない？例えばこれが部活の予定だったとするよね。部活にはたくさんの部員がいる。みんな君のことを知ってて、君が来るはずだって思ってるよね。このまま漫然とその日を迎えたら、すぐになんであいつは来ないんだって大勢から探されるんじゃない？今日は火曜日、次の赤丸印が木曜だから、
今日を入れて2日の猶予がある。今日明日で用事の内容を探って準備しておかないとまずいよね。今のところ情報の糸口になりそうなのは記憶を失う前の君を知ってる3人の人たちかな。彼氏らしいケントはもちろん、昨日のお店にいたウェイターさんも君のことを知ってそうだった。まあ付き合い浅そうとはいえ、仮にも彼氏なんだし、ケントから当たるのが順当かな。って電話来るタイミング良すぎでしょ。まあちょうどいいや。なんとかきっかけを見つけて君の予定を探ってみよう。今日は来ないのか？は？今日はバイトではないだろう。まさかとは思うが、おとといの件をまだ怒ってるのか？お望みならもう一度謝ろうか？おとといは悪かったな。で、今日はもう来ないのか？もしかして今日はケントと会う約束してたのかな？今日はバイトではないだろうって確認してるってことは、バイトのない日は会う習慣があったの？てかバイト？あの手帳の丸印はバイトか？それってめっちゃヤバいよ。君は何にも覚えてないのに。どうしようか。なんとかバイト先を聞き出せないかな。そしたら今日明日で様子見られるし。どうした？予定があるのか？散歩をしていた時、君は楽しんでいないように見えたのだが、やはりは。いや、よくないよ。恐怖なんて全然よくない。まあ君も知っての通り、私にとって散歩は日課だからな。悪くない誘い文句ではある。しかしわざわざ休日に職場へ行きたがるとは、奇特な人間だな君は。だいたい昨日も行ったばかりだろう。え？ああ、なるほどね。大方君は昨日店に忘れ物でもしたのだろう。しかしそれを正直に言うと、私にからかわれると思って適当な理由をつけて店に行こう。そんなところではないかな。馬鹿正直な君にしては珍しく考えたな。しかし知っているか、個人は言っているぞ。下手の考え休むに似たりとな。要するに昨日の店がバイト先なんだね。バカにされただけでバイト先判明してラッキーだったかも。でもそうか、だからウェイターさんたちが君の顔と名前を知ってたんだね。さてどうしたものかな。誘いはありがたいが、私は研究を進めたいんだ。は？今日会おうって話じゃなかったの？もし私の野暮な想像が当たっているなら、忘れ物を取りに行ってからこっちに来ればどうだ。それでも十分時間はあるだろう。ちょっと待って。こっちに来ればって言われても、まずどこにいるの？ケントの家？場所し。っていうか、できればバイト先でお茶しながらじっくりバイトの様子を見たいよね。ねえ、どうする？なんて答えようか。ないだと？君はあのバイトを始めてもう4ヶ月だろ。何かミスでもしたの？まあそういうことなら、店のマニュアルを借り出してからこちらに来ればいいだろう。じゃあな。言いたいこと言って切っちゃったよ。でもマニュアルを借りるってのは名案だね。よし、まずはメイドの羊へゴー。お帰りなさいま。君か。昨日も思ったんだけどさ、この人ウェイターさんなのにすっごい愛想ないよね。執事さんがこんなでいいの？
今日はムーンシャインビルでイベントがある。満席だ。え、ああ、本当だ。今日は人でいっぱいだね。これじゃあ、一応スタッフのはずの君が席を占領するってわけにはいかないか。君は先週客にティースプーンを出し忘れていた。う、そうなんだ。君の工学心は立派だ。マニュアルの貸し出しは店長権限で許可する。あ、この人店長だったんだ。マニュアルだ。とりあえずうなずいて去っていっちゃった。なんか言う？ちょっと店長怖かったけど、無事にマニュアル借りられてよかったね。店の様子見はできなかったけど、マニュアルがあればいいでしょう。バイトの日だと思われる木曜日まであと2日。みっちりマニュアルで勉強すればきっと記憶なくても大丈夫だよ。で、次はケントのところへ行くかどうかか。まあどこにいるのかもわかんないし、とりあえず帰ろっか。歩いてるんだろう。もしかして君っていうか、歩きながら何か考え込んでるみたいだけど、とか言ってるうちに電柱にぶつかってるし。邪魔な電柱だな。ああ、君もう帰ってきたのか。散歩がてら迎えに来た。行くぞ。って、電柱にぶつかった剣は鮮やかにスルーですか。それに行くってどこにだろう。どうした、来ないのか。君は今日うちに来ることに対して初めから否定的だな。やはり一昨日だから、文句があるならあると素直に言えばいいだろう。聞いてやると言っているんだ。そうでないならなんだ、もう別れたいのか。だとすれば素晴らしい速度での意見転換だな。君と私が付き合い始めてからまだ1週間と経っていないのだが、君はもう白旗。うわ、まだ1週間も経ってないんだ。なんだ、一言の反論もできないのか。いつも通りスズメのように。っていうかさ、わざわざ迎えに来といてなんで思いっきり毒づいてるわけ。普通、付き合って1週間のカップルって嬉しい、恥ずかしい、青春のメモリアル作成中じゃないの。この殺伐とした関係はいい。で、結局君は私の部屋に来るの。そうか、ならばいいんだ。男女交際の第一段階は可能な限り共に過ごすことだそうだからな。調子が狂うな。昨日からの君は塩らしすぎる。私は別に喧嘩をしたいわけではない。君の意向を聞きに来たんだ。じゃあ喧嘩越しで話さなきゃいいのに。分かってもらえたならば行こうか。だってさ、まあこいつの硬さっぷりだと身の危険は全く考えなくても良さそうだね。このままついていけばこいつの家の場所もわかるし、考えようによってはラッキーかも。へえ、都心のこの場所にこの家か。結構裕福な家なんだね。気にせず上がってくれ。今日も両親はいない。来たことあるはずだし、何か思い出せそう？あ、意外。見て見て、机の上、観葉植物だらけだね。
もっと無機質な部屋かと思ったよ。もしかしたらこいつ心の中は案外優しかったりして。ん、あっちにラベルがついてる。ヨーグルト層に何か異変でも起きてるか？ずば抜けたネーミングセンスだ。特に何もないようだが。では適当に本でも読んでいてくれ。私はスライドの準備が遅れている。昨日今日と時間を浪費したからな。って連れてきといていきなり放置？男女交際について勉強したって言ってたけど、ちょっと本気で勉強し直した方がいいんじゃないの？仕事だか研究だか知らないけど、これじゃあ記憶を失う前の君が切れたのはごく自然だと思うよ。はぁ、あ、まあいっか。今の君にはこいつを好きだった記憶そのものがないんだもんね。一応こっちはこっちで、あさってのバイトまでにマニュアルを覚えとかないといけないわけ。ケントのことは気にしないで、勝手にバイトの勉強してよっか。It's becoming night time. あ、もうこんな時間なんだ。勉強したね。ん？帰るか？帰ります。だってもう暗くなりそうだし。今日は怒らないのか？一昨日と一体何が違うんだ？全く理解できないな。ん？どういうこと？一昨日も似た状況だったのかな。だけどそりゃ理由は何にしろ記憶を失う前の君が怒ったのはきっとケントのこと好きだったからだよね。だって好きじゃなかったら構ってくれないとかメールがそっけないとかで怒ったりしないもん。はあ、そっか。記憶をなくす前の君はこいつが好きだったんだよ。申し訳ないけど一体どの辺が好きだったのかわからないよ。君は昨日から本当におかしいな。まあいい、下まで送ろう。ねえ、本当に君はこいつとどういう関係を築いてたんだろうね。喋ってくれない上にそもそも付き合いの浅い彼から何か情報は引き出せるのかな。August 3rd. なんだよこんな朝っぱらから。メール？研究室にまで彼女を呼び出さなくても。行ったところで昨日みたいに放置されそうだけどな。それにしても来たことがあったかって疑問形で聞くってことは君とは別の大学なんだね。教室と生徒の禁断ラブの線はなしか。チェ、いや、障害は少なければ少ないほどいいんだけど、それなら何の教え子なんだろうね。付き合うことになった経緯なんてきっと君にとって大事な記憶だろうし。ケ
テントとの関係性はぜひもっと探っておきたいよね。じゃあとりあえず大学の研究室とやらに行ってみる？大学の名前は教えてもらえたから、前みたいにネットで調べれば自力でたどり着けるんじゃないかな。まあ家にいても刺激がないし、またバイトのマニュアル持ってってケントの横で読んでればいいよ。よし、そうと決まれば着替えて聖地大学に出発だ。よし、問題なくたどり着いたね。こんなに簡単でいいのかってくらい。ケントは研究室にいるって言ってたけど、何研究室なんだろう。付き合って1週間とはいえ、さすがに前の君もそのくらいは知ってたよね。直球で何研究室にいるのとか聞いたらまずいよ。どうしようか。迷ったら電話しろって言ってたけど、電話したら確実にバカにされるし。まあ骨が折れそうだけど、ケントに嫌味言われるよりはいいよね。よし、じゃあ聞いて回ろうか。30 minutes later. Oh gosh. ああ、やっと来た。まあ、君はたとえ迷っても私を頼ることはないだろうと思っていたよ。え、それってどう？入って好きにしてくれ。この部屋は数学科の院生以上が研究に使う共有空間なのだがな、実質的には私の私室のようなものだ。特に水曜は誰もいない。友人も好きに入り浸っている。君も楽にしてくれ。あ、やっぱり放置された。楽にしてくれって言われても、見るからに職場っぽいこんな場所にしても、ケントは数学科に在籍してるんだね。うん、そんな感じ。何の研究してるのかな。院生以上が使うって言ってたから、院生以上なのは確実だよね。いろいろ聞いてみたいけど、邪魔に思われそうな気もするね。バイトの勉強もしなきゃだし。どうする？話しかけてみる？君と私の間に何か有益な議論が成立したことがあったかな。サンプルがあれば聞かせてもらいたいが、私の知っている限り、君が拙い疑問を呈して私に時間を浪費させるか口論になるかの二択だったと。まあ、もしや君の言っているのは議論ではなく会話ということかな。私も友人との間では議論に満たない雑談を交わすことがある。その類のものを要求されているのだろうか。そう、そうです。びっくりだ、話が通じた。もしや君の不満というのは会話が不足しているという。しかし会話というのは自然発生するものであって、要求されてするものではないだろう。やぶから棒に会話をしろと言われても難しいが、そうだな、何でもよければ話をしよう。うん、これはせいぜい雑談程度の話だが、私の専門としている数学という学問は常々誤解されがちだが、純粋な数学論理のみを論じているとは限らない。実際純粋数学の分野では、論理と定理をいかに美的に構築するかという問題を重要視するが、私は否定的だ。私の興味は主に定理を利用して物理現象をどう定義するかという部分に集中しており、その手法として。長くなりそうだね。はあ、はあ、
we're still kind of trying to figure out it. I believe we have.